波をつかんで勝利を勝ち取れ、データロボサイト7。はいはいはい、あはいはい、ね、笑い方なんなの、はい、ありがとうございます。はい、すいません。来い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 、わー、やりました、よかった、先生よかった、やりました、よかった、先生。皆さんこんにちは、8人コミットするソロザップ始まります。本日 MC の鬼ヶ島大川と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そしてですね、ソロザップ第2回のトレーナーはこの人、ガチ勢代表、天草康夫先生です。ありがとうございます。いやいや、先生お久しぶりです。お久しぶりです、実は前に共演してですね、ピーマンさんの番組で。そうですね、5、6年ぶり、ぐらい、そんぐらいですよね。そうなんですよね。その説はどうもありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ソロザップということで、ガチにコミットするというコンセプトのもと、ホール攻略、データ解析、機種攻略に高いこだわりを持つトレーナーたちが養分を出したいと願うユーザーの収支アップを目指す企画ということで。はい、じゃあ早速ですね、はい、第2回の相談者からの VTR が届いたんですよ。はいはい、じゃあちょっとそちらの方見てみましょう。どうぞ。ああ、もう最近全然勝てない。私も一切勝てる気はしない。なんとかなんとか勝ちたい。勝てるなら何だってする。ああ、ビッグ引いてエルメスのバーキン買いたい。ああ、高設定台座ってシャネルのショルダーバッグ買いたい。なんとかしてくれ。こんな感じなんですけど。いや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 って感じですよ。ちょっとそのね、勝ちたいっつってバーキンとかシャネルとか言われて、ね、ちょっとなんですけども、うん、まあまあまあ、しっかりと向いてる台で勝てるのがいいかなとか思うのをちょっと考えています。なるほど、はい、で今回実践していただく店舗はですね、はい、楽園蒲田店。はい、撮影するのが3月8日。3月、そうですね、8日ということで、まあ、データとかを、うん、月曜日、うん、で過去のデータ探ってみると、うんうん、まあ、花火とかバーサスとかの扱いが良いんです。なるほど。で7、まあ、で楽園さんっていうと基本的にはゾロ目とかが強くて、うんうんうん、7も花々とかすごい強いんですが、はいはい、あえて8って言われた時に、うんうん、ちょっとこう絞らなきゃいけない、うんうん、なんですが、はいはい、まあ、花火 VS と思ったんですが、うん、ちょっとお二人打つの厳しそう。確かに、まあ、そのちょっとした技術とかはあんま得意じゃないっていう情報ね。ずっととそのお店で扱いの良い台とかを見てたら分かりましたんで、なるほど、それをちょっと打ってもらおうかなと思ってます。じゃあもうこれ楽しく打つだけで勝てますよぐらいの、そうですね、感覚の台をということで、はい、ちょっとこれは見ものですね。そうですね、これも腕の見せ所じゃないですか。そうですね、まあ、割とでもね扱いのいいですね、まあ、まあ先にちょっともうマイジャグラー4のとある台がずっと扱いがいいんで、うんうん、その辺をこうピンポイントで打ってもらおうかなと思います。なるほど。そうですね、そのデータの方は、サイドセブンさんに楽園さんの小松店さん登録してあるんで、まあ、それを見れば1週間分のデータ見れるので、る、うんうんうん、それを積み重ねていって、うんうん、ちょっとある程度、まあ、掴んだ傾向があるので、うんうん、それでその台に座ってもらおうと思ってます。なるほど。では当日はお二人にこちらの、はいはい、天草先生が用意してくださった指示書に従って、もうここに当日立ち回ればいいこと、うんうんうん、まだ機種とか、まあ、もう台番までも基本的に入っているので、もう準備万端ですね。さすがです。もうそれこそ勝ちにコミットするスローザップですから。いやもう完璧です。これはもう楽しみですね。そうですね。もう当日はまあ勝ってもらうだけと僕は思ってます、はい。なるほど。よろしくお願いいたします。はい。それではレッツスローザップ。さあというわけでですね、本日の相談者、はい、成瀬ここみさんと大月響さんです。よろしくお願いします。いや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 、いやどうですか、花がありますね。花ですね、花ですね。はい、ありがとうございます。どうなんですかお二人は今まで、はい、このスロットとか経験というか。ここみんがもうね、私はもう10年くらい番組をやっているので。そうですね、でも全然素人です。あれ、いや素人ではないでしょ。学ぼうとしないので。学ぼうとしない。はい、なるほど、いいことですね、いいことです、いいことです、いいことです。大月さんはどうなんですか。私も番組はちょいちょいやってい
たんですけど、うんうんうん、そうですね、コミほどではないです、もう先生なんで。先生じゃない、全然もう何が何だか指定関係なんですね、ここでまで、パチンカでも今日大丈夫ですよ、今日はい、完璧な指示書を先生が持ってきてくれました。先生、完璧です、先生がいらっしゃるから。天草安夫先生が作成したスローザップ指示書、ここにはこれまでの状況を踏まえた実践日当日の立ち回り戦略が書いてあります。これをもとに見事2人を勝利に導くことができるのでしょうか。マイジャグラーが1週間でずっとプラスになってる台があるんですね、そういう台に座ってもらうのが一番いいのかな、多分育ててるんですね、で強い島があるんです、そこに座っていただいて、その中で楽しみながら勝ちを目指すのがあのベストなんじゃないかなと思いました、それでいきましょう、ついていきます、はい、勝ちます、まあ、ちょっとジャグラなんでね、万枚とかは難しいんですけど、手堅く2000枚くらい持って帰ってくる、あ、結果出ちゃう、つまり、ね、これはもうだから先生、これダメだった場合先生もなんか罰を、そうですね、こんなにだって、ね、信用してるんで ね、目が怖い、紙でも切りますか、何ミリ、何ミリにしようか、5センチだな、だから負け、もし負けたら天草先生が坊主ということで、やばい、これは何が何でも かなりリスクだったから、そうそう、それを回避するためにもお二人に頑張ってもらわないと。そしてなんとですね、お二人今日勝った場合ですね、スポンサーの大黒電機様から、なんと、Amazon ギフト券を勝った方に2万円分、つまり2人で勝ったら1万円ずつプレゼントということで、もらえるんですか。そうですよ、私めちゃめちゃ欲しいんです。私もずっとファンの人に言ってるんです、 Amazon ギフトカード、そうです、何かあったら欲しいな、選んでる時は一番幸せですからね、はい、ね、めちゃめちゃ大好きだったな。さあ、これはもういけんじゃないですか、どうです。いや、いけます、いけます、大丈夫ですよ、お願いします、お願いしますね、はい、Amazon ギフトというか、もうそう言っとかないと俺も坊主になりたくないんで、確かに、ね、本気で、これなんか打ち方とかってどうなんですか、ジャグラー、あ、もうもちろん、あの左でチェリーとか狙った方がいいんですけども、もう本当そういうのも無視して、ブドウも無視していいです、というのもなんか別に1と6とかじゃないんで、4、5とかを高確率で座れるところにいるので、あの本当確率だけ見て、あのハマってたらちょっと違う台を用意しようかなぐらいで、いいぐらいの台を選びしてるんで、根拠とかあるやつ、その辺でいきましょう、ということでこれはもう勝ちのみで、勝ちのみで、勝ちにコミットしてますから、はい、頑張ります、あ、じゃあみんなで頑張りましょう、はい、レッツスローザップ。さあ、入場が始まりました、頑張ってー、わー、行ってきます、はい、入って、頑張ってね、左の方の島なんで、入って左、頑張ってください、入って左の方ね、はい、はい、でここの一応島が多分頑張ってる島なんで、はい、まあこの中で立ち回るのがいいのかなと思ってます、はい、どっちがいい、大丈夫、そうだね、その辺は、あ、どっちでもいいよ、どっちでもいい、どっちでもいいよじゃあこっちにします、こっちでやります。さあ、というわけでいよいよ実戦始まりますけれども、はい、今回第1回に引き続き、パッチセブン編集長に、来ていただいております、よろしくお願いいたします、はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パッチセブン編集長でございます。いや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 、今日またいろいろアドバイスいただけるということで、僕がですか、編集長は編集長アドバイスはいただけないですか、編集長ほど人にアドバイスをしない人間は本当ですか、はい、勝手にやってるって、今日のじゃあ編集長の立ち位置はどのようなあれなんですか、立ち位置なんですか、まあ、そう、見る側の人が勝手にこう解釈していくスタイルでやっていきたいかなと、一応スペシャルアドバイザーでしたっけ、はい、スペシャルアドバイザーということでね、ガヤみたいなもんですね、じゃあ早速、はい、実践の方行ってみましょうか、はい、じゃあそれでは成瀬さん、大月さん頑張ってください、実戦スタートです、はい、頑張ります、打ちます、頑張ります、うわ、緊張するね、だって天ギフもらえるって言ってたもん日々やん、天ギフのことしか言ってないえ、みんな大好きです、天ギフ大好き、本当に大好きね、もう今日先生についていくね、先生、うん、ココミ先生ココミ先生は何もできないよココミ先生今日生徒ですからあ、ね、モニター越しにも大先生がいるから、大先生
やっぱりまあ本当はブドウとか数えた方がいいんですけど、ブドウとかで分かるぐらいのゲーム数にはいかないかなと思ってるんで、でまあ、あの本当の意味で言えば数えることに意味がないわけじゃないんですけど、ジャグラーって打つまでの根拠作りが一番大事なんで、なるほど、一応根拠作りはしてるんで、うん、あとはもう結果だけ見てればいいのかなっていう、本当にジャグリストだったら数えたりもしますけど。なるほど。ちなみにこのお店はやっぱりジャグラー強い？あ、そうですね、ジャグラーに毎日設定を使ってる感じですね。あ、座っていただいた台 台はどっちとも1週間のグラフで見てもプラスになってる。はい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 、はい、なんで。だって大月さんの台ビッグバーともに40以上でしたよね、昨日普通だったら下げるかもしれないんですけど、割とこの店がその据え置いてるというかずっと状況がいいんで、うん、なるほど、並びで1週間プラスになってたこの台だったんで、ああ、もうじゃあ完璧にお膳立ては一応できてるんですね、今ね、はい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 、本当はもっといい台が1台あったんですけど、やっぱ離れて打つよりは隣で打った方が楽しいかなと、かね、楽しく高設定を掴んでほしい。なるほど。でもさ、モニター見ながら何言われてるか怖いよね。ねえ、音声は届いているって言ってたけど聞こえてるかな。あ、音出てる、あ、音出てるって、音聞こえてる、やっ、やってます、やっほー、キュンキュンチュッチュッチュッ、多分うざがってる。あ、違うとか、なんか今エロい話してませんでした？なんかワイダンしてたよ。なるほど、なるほど、ね、まだ100回転も回してないのにエロい話してたでしょ今。間がないのか。いや、まずどっちが先にペカるかだよ。ほんとね、それね。いや、どうでしょう。だって引き弱の響きと言われていたんだ。私、即出しのナルセって言われてるから。え、なに、小出し？あ、光った、来ました。ペカりましたよ先生、ペカったよ。早いな。あ、化けでした。化けですが一貫当たりましたね。まあ最初ですね。やばい、先越されちゃった。どうもありがとうございます。いや、あー、どう、来た、びっくりした。おお、あー、バケ。でもとりあえず、とりあえずはオッケー。100ゲーム以内に当たったね。よく、あ、しかも私も見逃してた。なんかいつの間にか勝ってて見逃してました、ごめんなさい。はい、バケは終わるの早いですね。ね、開けないね。なんか一目惚れとかした時の声と似てない？何それ、私一目惚れしないんだよね。あ、そうなの？どういう声なの？やだ、お隣の人も後ろの人も振り返っちゃった。声大きかった今。声大きかった、すみません。今結構大きかった、ごめんなさい。マイクじゃないとこからも聞こえた。すみません、申し訳ない。あれどんどん好きになっちゃうタイプ？一目でなんかとかはないけど、うん、うん、なんか顔のタイプとかがあんまりないから。あー、誰でもいいの？誰でもいいはちょっと違う。まあでも誰でもいいよ。マジで誰でもいい、誰でもいいんだって。まあ、ジャグラーは化けはあるんですからね。おい、で、まあ一台は昨日化けが、うん、ビッグ16、化け26、7か。で、まあ、高設定、やっぱまあ多分本当4号が多いと思うんですよ。ジャグラってやっぱり6よりも4号をお店使いたいん で、4号って聞くと専業の人とかは嫌がるんですけど、うんうんうん、やっぱりエンジョイで4号ずっと打てるならもうめちゃくちゃいいんですよ。いや、全然いいんですよ。やっぱそういう16の立ち回りさせちゃうと難しいなと思ったんですよ、うんうんうん、要は言い方悪いですけど、ね、まずはね、まずはまずはね、まずはいっぱい光った楽しいみたいな、うん、でやっぱ高設定の方が楽しいよねってなれば。あ、確かに、ね、素晴らしいコンセプトで、コンセプトはね、コンセプトは本当素晴らしいコンセプトで望んでらっしゃる、なんだけど、なんだけど、なんだけど、これがスカった時の方が怖いからね。まあ今都内のジャグラーは基本的に1少ないんですよ、おそらく。そうですね、まあ、最低設定は基本2みたいなところがあります、ね、が多いですね。そうなんだ。多分この島は3からだと思うんですよ。はあ、じゃあかなり勝率はいいですね。6も入ってるけど、そう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 。でもやっぱ、やっぱ3、4、5ぐらいだと本当こう引きでちょっと今日は負けちゃうってこともやっぱあるんで、もちろん長い目で見れば全然勝てるから、あのグラフ上がってるんですけど。ヤスさんが店選びとかするときって、はい、サイト7の 何を使ったりするんですか？逆が多いんですよ。この店でこの日知りたいからサイト7で見るってのが多いんで。ああ、なるほどなるほど。
はい、なんかツイッターとかで話題になってる店とかを、だいたいその店の特定日とかが分かってるんで、でもサイトセブンの使い方の良さは、なんか今回 の, あの花火とかバサッとかそうですけど、月曜日強くねとかはツイッターとかに落ちないんですよ。ああ、なるほどね、はい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 、でもその日だけ稼働がやっぱぐんと上がるんですよ、島で。なるほど、昨日の花々とか普段は平均1000ゲームなのに、その7の日だけ花々が7000ゲームくらい平均で回ってると絶対何かやってるじゃないですか。そうね、そうね、お店に通ってれば知ってるんだけど、その行ってないと分かんないものをそのデータ上でそうなんじゃないかなって見れる。なるほど、素晴らしい。頑張って。あっ、来た。お、来た来た来た。あ、押しちゃった。これで1枚掛けになった、やった。2回目ありがとう。何ですか。はいはいはい、あはいはい、ね、笑い方なんなの、はい、ありがとうございます。はい、すいません。笑い方あはははってよかったね、下皿ある状態でね。え、勝ったら、勝つっていうのはプラスになるってこと、1枚でもプラスになればってことなのかな。うん、多分そうじゃない、そういう意味かな。まずい、天岐阜は今日比谷が近いよ。はいはい天岐阜持ってきますよ。なんでして。え、でもね、今年のね、うん、成績はめちゃめちゃいいのよ。あ、じゃあいいじゃん。あ、はい、はい、来たよ。ねえ、やったー、すごい。何回も受けた、来ました。お願いお願いお願い笑い方よまあいいんですよ、じらされても当たるだけ素晴らしいですよ。はい、でもまだプラスにはなってないと思う。私ガンガンにマイナスなの。頑張って。あ、すいませんすいません、待て待て、はい、でも自分のさ髪がさ、髪切らなきゃいけないっていうルールになったらさ、ココメンとかは嫌でしょ。え、やだ、なんであんなにひどいこと言ったんだろう。本当だよ本当だえ、でもパーマかけたての髪の毛が素敵だったから、あ、剃りたくなっちゃった、切りたくなっちゃった。でもイケメン顔立ちされてるから坊主も似合いそうだけどね。でもさ、マスクしてる姿しか見てないからさ、うんうん、もうめっちゃ顎出てるかもしれないどんな想像の話してる場合じゃないんだわ本当ですよ。183ゲームだって。だって天岐阜出たら何買うの。私はとりあえず柔軟剤とわかる、私も柔軟剤欲しい。私も柔軟剤欲しい。いや、マギフって嬉しいよね。うわっと、来たー。ねえ、やだ、本当に来たよ。はいはい、お願いします、お願いします楽しみながら打って光ってくれた失礼します。はい、何すみません、何と言われましてもあれなんですけれども、すみません、何そのネクタイ。いやいやいや、もう超ネクタイ、はい、バッチリ決めさせていただいてますけども、すみません、あの、私人力車という事務所の大倉さんの後輩の、はい、コネオインターナショナルという芸人なんですけれども、なんでそんな他人行儀なんですか。すみません、なんかちょっと噂を聞きつけまして、噂、はい、天草先生が今そのスロザップさんというなんかその企画でめちゃめちゃ負けてる人を勝たせていただくという企画をやってるってことをお伺いしまして、ちょっと私めちゃくちゃ負けちゃってるんですよ。だから今日指導で勝たせていただくっていう。今日はたまたまなんですけど、はい、リノとスーパービンゴギャラクシーの日なんですよ。そうなんですか。なんか聞いてた噂と違いますよ。確かにね、会話漏れてたはずですからね。いや、なんかうっすら聞こえてた感じだと、なんかあのジャグラーさんが強いっていうような話。ジャグラー、どこにさんつけてるの。いやいや、もうジャグラーの後輩だもんな。ジャグラーさんの後輩ですから私一応万物の後輩というそうなんです、はい、ものでございます。万物の後輩あれなんですよ、僕、まあ、実はもう後輩で仲良しなんですけど、はい、あの50音の好きな、はい、一文字を言っていただけると、はい、必ずよいしょするっていう芸を、ね、そうなんですよ一応そういったのやらせていただいて、おととしの面白そうでちょっと跳ねて、
売れるぞって言ったらコロナで全部仕事がなくなる、はい、悲しい、まずそこでも運がないですから私、はい、引いたと思ったらね、そうなんです、引いたと思ったらまあ化けだったっていう、はい、悲しみ悲しみだ、はい、まあ、好きなあの50音言っていただけたら、はい、もしよろしかったら50音言っていただけたら4章していただきますね、やで、いや、やっぱりかっこいいですねよいしょっていうね、あの、はい、本当にクオリティこそ低いものの跳ねましたこれ、そうなんですよ、本当に跳ねました、ひどすぎて跳ねたんですよ逆に、いやでも面白いからお前何なんだっていうことで一応笑いを、なんてマスクが似合ってるんでしょう、はい、そうなんですね、スタッフの皆さんもよかったらもしよかったら全然、はい、黄色い服が似合いそうですね、いやいや着てないけどね、ちょっと黄色っぽかったから似合いそうだなっていう、はい、あ、いい台ありますね、いい台、ちょっといい台っぽいのありますんで、取られたよ、あ、ちょっといい台っぽいのありますんで、ちょっといいですかね、すみません、ちょっとこっちのこの台良さそうですね、この台、うわー、誰か開けた、どうもどうもどうも、お疲れ様です、ちょっとこの台良さそうなんで、伸びないの、いやいや、もっと伸ばそうとしないでくださいよいやいや、このガード伸ばそうとしないでください、短い、え、これ伸びないですか、いや、伸びないです、伸びないです、伸びないから、しょうがないです、これは、はい、ちゃんとディスタンス取りますんで、よろしいですか、ちょっと狭くなりそうな、ちょっとすいません、じゃあちょっと座らせていただきます、すいません、失礼します、あ、来た、あ、来た、来ました、さあ、これはビッグだと思いますよ、めっちゃ当たってるんですよ、あら、マジっすか、行きますよ、はいはいはい、イエーイ、おめでとうございます、取られて、うわすごい、イエーイ、先生見ますか、いいな、もう本当応援しますんで、私にもお願いしますよ、はい、わかりました、もちろんです、はい、来ましたよ、ほら、よかったね、頑張って、光りましたよ、黄色服か、撃ちますよ、はい、いけいけ、いってらっしゃい、いってらっしゃい頑張って、ビッグあ、はいはい、うまい、ブロー好き、これもすごいうまいですよ、これ素晴らしいですね、はい、ナイス、来い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 、来た、めっちゃ感謝してるじゃないですかおめでとう、嬉しいです、すごい、ありがとうございました、はい、お疲れ様です、素晴らしい、お二人で打ち行ったりするんですか、ないです、ないです、あ、ないですか、さすがに、え、てか横に並んで打ったこと初めてです、ちょ、本当に聞こえないですね、すいません、あ、そうですか本当にすいません、ちょっと、はい、あ、はい、じゃ喋ってないでしょ、もうマスクしてるからちょっとね、それも分かりづらいし、喋ってないでしょ、だからほらすごい喋ってるボケしてきて、本当ナイスリプレイ、イエーイ、来た、光りました、あ、光った、うわうわ、いいな、やばい、止まってる、私、何なんですか、いやいや僕のせいじゃないです、本当に、いや僕のせいじゃないです、ごめんなさい、でも僕のせいかもしれないです、申し訳ないです、すいません、いや、とんでもないです、かっかみ、いける、かっかみ、はい、来た来た、もうこれは7を信じて、来た、あー、まあまあでも揃えれた、まあでも当たり前、揃えれた、ありがとうございます、これはもう通用します、おかげです、ありがとうございます、とんでもないです、よかったっす、ありがとうございます、次ビッグ行きましょう、よかったです、ありがとうございます、よかったです、おめでとう、ご心配おかけしました、おめでたい、もう7を揃えられないような人間が来てるって、もう先生も頭抱えるわ先生、これはこのまま回せていいんでしょうか、先生、いい台って言ってたけど、このままなくなるまでやっていいんでしょうか、なんだか全然何もならなくなってきちゃった、うんともすんとも、うんともすんとも、嵐の前の静けさですよ、あ、本当？はい、本当に？はい、じらされてんのかな、好きだからね、日比谷、あーね、じらされるの、じらされるの大好き、好きだもんね、たまんないね
あ、音が違うのでは。あ、違くない。やった、先生ありがとうございます。あ、よかった、長かったな。聞いたんですね。あ、聞いたんですね、よかった。なんかハマってたから心配で見に来た。あ、先生ありがとうございます。先生やばかったです。こっちはもう大丈夫です。大丈夫ですか？ほぼ大丈夫。ちょっと不安ですね。先生来てくれるとめちゃくちゃ安心するんですけど。ね、ね、先生の偉大さ。先生が言うことは絶対だよ。これめっちゃじらされてたってことか。さすが。いや、分かってんな。分かってんな。めちゃくちゃじらされてたよ私。やっぱ島的に見てもちゃんと当たってるんでいいかなと思いますね。で、一応これが気になってはいるんですよね。これもずっといいんですよ。なんで、まあ、この辺ぐらいはダメかな。で、まあ、残してくれてたらこれもわりかし悪くないかなと思ってるんで、ナウジさんの台があんまり良くなかったらこっちに移動もありかもなっていう感じだと思います。昨日多分この花々が強かった日なんですよね。で、やっぱり回数30オーバー、これもですし、まあ、これは回しすぎてるからそのプラスになったのか。でも30オーバーしてて、で、これとかももうゴリゴリ41、36で、32、20と。で、この辺はあの7の日は多分花を強化してますね。27も強かったし17も強かったです。これは僕これぐらいだったら花打ちに行きたいですね。で、ついだら、まあ、あのちょっと据え置きかなって感じですね。なので二の矢としてこれとか据え置き狙いで打つのも手詰まりだったらありかもっていう感じですね。来ました。はい、頑張って、ココミのシャリンガンで。はい、あ、はい、でも大丈夫です。本当にありがとうございます。可愛いから大丈夫。本当にありがとうございます。可愛いよ。可愛い。可愛いよ。可愛い。ありがとうございます。来ました。はい。はい。あ、頻繁に来るね。あ、はい。え、なんでだろう。下皿パンパンじゃないですか。はい、ね、すごい。パンパンスも。すげえ。取らないでくださいよ。ちょっといやいや怖いから。目つき怖いから。トイレ行ってきた方がいいんじゃないですか。ちょっと後でトイレ行ってきます。はい、やっぱり半袖短パンがいいのかな。脱げ？脱いじゃうかな。おお。脱いじゃうかな。私も久々に脱ぐかな。おお、大きい声出ちゃった今。それは貴重なんじゃないですか。いいないいな、連チャンしていいな、コイン積み上げていいな。誰かあそこの席欲しいな。後から来て座って出しちゃってる。でも先生が私の台はまだ不安って言ってたな。うん、でも私のいいって言ってたんだけどな。うわー、やばい、憧れー。やばい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 、怖い怖い。帰り道気をつけな。本当っすよね、襲う気ですか。いや怖いから。困っちゃった。後ろの台気になるんだよな。まだ誰も打ってない。あ、打ってる。打ってない。打ってない。先生どう思いますか。先生がいいって言ったらいいかもね。このままここを打ち続けるか後ろの台に行くか、どっちがいいんでしょうか。うん、私も気になるところ。いいよいいよ。え、続行続行続行ですね。どうしよう、続行って言った方、言いに行きましょうか。それか河合に言わせます。あ、はい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 。コネオくんですか。当たってます。当たってる。当たってる。当たってる。インターナショナルくんですか。は、あの、はい、インターナ、あんまりインターナショナルで呼ばれたことないですけど、はい。はい、ちょっと成瀬さんと大月さんにちょっとアドバイスというか、伝言があるんですけども。先生お願いします。はいはいはい、なんでしょう、なんでしょう。はい、全然化けが先行してるんで、はい、いい台なんでまだまだ打ちてくださいって言ってください。安心してくださいって言ってください。ああ、化けが多いけど安心してくださいって伝えてくれってことですか。そうですそうです。はい、わかりました。しっかり伝えさせていただきます。はい。あ、それとコネオくん、
はいはいはい。それとコネオくんはあんまり当てないでほしいんだけど。いや僕だって嫌ですよ。嫌だっていうか怖いですよ。どうでしょう、成瀬さんたちの機嫌が悪くなるのが嫌なんだから。はい、今確実に機嫌が悪くなってます、うん、はい、頼むよ。はい、すみません、 あんまり当てないように2人に伝えて、はい、先生からの伝言を。わかりました、了解です。はい、お願いします。はい、わかりました、失礼いたします。はい、はい、いやこれ連チャンしないときついよ。電話の声大きいですね。誰と電話してるんだろう。わかんない。彼女とかいるのかな。彼女出したよみたいな。でもちょっとさっき奥さんって言ってた気がした。あ、奥さんいるのかな。出たよって、今日の晩ご飯は焼肉だよ。ね、奥さんに電話してんのかな焼肉食べようって言って。いい、電話する人がいていいな。いいな、私出ても電話する人いないな。マネージャーに今日はこれだかありましたって言えるぐらいじゃない。私まだ言えないわ。私も全然言えません。だってほら見て、これで終わりです。もうない。ここからこの10枚程度でもう終わってしまう。すいません、今ちょっと天草先生から今電話来まして、全然今ちょっと当たってないかもしれないですけど、いい台なんでテンション下がらないでくださいという。2人ともです。お二人私も、はい、お二人です、マジです。はい、言ってました先生が。あと僕が当てると2人の機嫌が悪くなるから、あんまり当てるなって言われました。本当です。すいません、すいません、そこ変わってくださいすいません、本当にはい、ちょっとでも本当安心してくださいってことなんで。はい、はい、じゃあ先生についていく。信じましょう、頑張りましょう。先生についていきます。なんか大丈夫って言われると安心して打てるな、うん、やっぱ心持ちが大事なんで。定期的に大丈夫が欲しいです。うん、これビッグとバケが逆の方が僕は不安なんですよね、うんうん、でも弾があるから打ってる人は安心なんですよね。だからこの辺がまあちょっと、なるほどね。だからまあそういう意味でも、まあ、4号を粘り切るのって結構難しかったりするんですけど、粘った方がいいですよっていう、まあ、でもちょっとこれ300ハマるぐらいで見に行きましょう。ちょっとでもプラスにしたい。ごめんなさい、ごめんなさい、あららあらら、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとここみさん使います。気を確かに頑張ってそんなに睨まないで、怖いからその笑顔も怖い昨日出すぎちゃったとかあるのかな。ねえ、ね、いっぱい出した次の日って、うん、枯れるもんね何の話そうだよね、枯れるよね。枯れちゃうよね、もう全部出ちゃったわけだし、しょうがないよね。しょうがないよね。いやー、現金に手を出しちゃう。すいません。いやいや、怖いから。すいません、本当すいません。今日って乗り打ちですか？今日乗り打ちじゃないですよ。違います？今日違います、今日違います。一応個人個人っていう。乗り打ちって聞いた。ちなみに番組が違うらしいんですよ、どうやら。はい。でも、いやでもじゃないです、誘導しないでください。いやもうこれは本当ちゃんと自分の分なんで、やっぱり言わなきゃいいです番組にガチでじゃないですか、ガチでやってないですか。あ、急に乗り打ちって因縁つけられてますよ。いいね急にもう育ちの悪さ的なものがもう確かに最高ですね。成瀬さんに案内言われたらね、もう乗り打ちにするしかない ないですよ。そのつもりでしたって言っちゃいますね、多分ね。今日焼肉ですかね、お昼。あ、今日ですか。いやちょっと今日はちょっとこの後予定あるんですよ。あ、ごちそうさまです財布だけ置いといてもらって。いや一番悪いから本当財布だけとか。あ、勝った。あ、よかったね。うわ、おめでたい。邪悪な会話してたら、やった、来た、来た、頑張れ。あ、これはだからあれですよね、当たったのを見たかったんですよね、何で当たったか。そうですね、はい、そうですよね、そうですね。来た、はいはい、はい、おー、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。焼肉は自分で食えと言っておりますありがとうございます。すごい、よかった、ありがとうございます。馬がいるな。ヒンヒン。馬がいるな。ヒン先生。400いっちゃうよ。
ちょっと洋物みたいな声出さないで。もうおうおう聞こえる。おうふおうふですわ。先生台変えたいよ。台変えたいよ。変えたい。変えたいか。もうはっきりと台変えたいって言ってますよ。じゃあちょっと言って。いやこれはでもね、はい、これはまだやめないですよね。いや400ですよ。だってこれでこの後出ちゃったのが出る一番恐ろしいですよね。そうそうそう、やめてやめて出ちゃうと、うん、これ空いたらだって取るっすよね。昨日のデータも下コネオに座らせますそれだそれだったら円満ですね。ある意味もう恨みがそっちに行くんで乗り打ちだし、うん、乗り打ちってことにしますからね多分ね。先生を信じてるけどこの台を信じていいかわからない。先生先生来たよ。先生見て先生やちょっと溜まっちゃいましたね。やばいです。ちょっと見せてもらって。どうしよう。あ、まだ一応化け確率はいいんだけど確かに不安な気持ちもわかるから一旦ご飯行って気持ちをリセットしません。ご飯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 で気持ちをリセットしません。ご飯食べられるの今日。食べれますよ。食べれます。私たち食べれないと思ってた。なあ。いやそうやった。ちょっとでもなんか焼き肉おごってくれるみたいな。乗り打ちなんで大丈夫です。あやっぱり。乗り打ちなんですか。聞いてないですよ。乗り打ちとか突然言い出してます。やっぱりそうだった。マジっすか。楽園蒲田店では感染症対策バッチリ行われております。各入り口にアルコール除菌。すべて置いてありますんで皆さんお忘れのないようお願いいたします。あ、このようにですね各台の間に飛沫防止ボードがバッチリ設置されてあるんで安心してご遊戯をお楽しみください。カウンターにもですねこのように飛沫防止ボード設置されておりまして景品交換の際も安心ですのでよろしくお願いいたします。このようにですねご遊戯後の台もすべて一台一台消毒済みということでご安心してご遊戯お楽しみください。やりました。すごいね。席変わってください。席変わってください。え、うわ、すごい。おい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 来た来た来た持ってるな。波を掴んで勝利を勝ち取れ。データロボサイト7。